BMD-4 は、ロシア連邦の不評戦闘車。BMD とは、ロシア語で、空挺戦闘車を意味し、この型の車両は、空中投下が可能なように設計されている。BMD-3 の改良型で、BMD-3M バーフチャーユとも呼ばれる。BMD-4 は、砲塔に 30mm 機関砲にアンペア72。 と 100mm 格好砲 2A70 を有する。2A70 は、破片榴弾と対戦車、ミサイル、アルカンを発射することができる。自動装填システムは、破片榴弾と対戦車ミサイルで共通であり、4から6秒で時短を装填できる。消火装置と NBC 防護システムも設備されている。弾薬搭載数は、 QM113 コンクールス対戦車ミサイル4発、アルカン対戦車ミサイル4発、2アンペア7 2 3 0ト、mm、ル機関砲弾500発、2アンペア7 1 0 0トル砲弾34発、PKT7.62mm 基幹縦弾2000発、r p k 7 4 5メートル機関銃弾2160発。2010年に一時調達が中止されたが、 改良型の BMD-4M を BTR-MD 落死多目的輸送車と共に2013年末までにロシア空挺軍に調達することが2012年末にロシア国防省によって決定された。今後2020年までに少なくとも線量が軍に納入される予定である。空挺不評戦闘車。基本的なシャーシの設計は BMD-4 と同じ。 2アンペア 70100mm 低圧砲、または2アンペア 7230mm 機関砲、もしくは QK116 カス長と対戦車ミサイル発射機を備えたバーフチャユ砲塔を搭載。信号禁制装甲により重量増なく防護性能が向上。BMP-3 と同じユトド -32 エンジンを搭載することで450-500馬力へ向上。 固有乗員3名、空挺隊員5名。2016年より年間62両のペースで空挺部隊への配備が進行中。空挺走行兵員輸送車。シャーシは 4M と同じ。武装は 7.62mm 機関銃 X1 のみ。固有乗員3名、空挺隊員13名。BMD-4M より遅れながらも、 BTRD を代替すべく配備が進行中。空艇自走対戦車砲。BMD-4M にソスナ優勝準システムの、ついた2アンペア 75M125mm 格好砲を備える。戦闘重量15トンだが500メートルから1500メートルの空中投下が可能とされる。部隊試験が開始されている。ありがとうございます。